マーティン・トゥーレックス・ジュニアはアメリカ合衆国ニュージャージー州マイエッタ出身のストックカーレーシングドライバー。2017年のモンスター・エナジー・ナスカールカップシリーズチャンピオン。2004年2005年のナスカ・ブッシュシリーズチャンピオン。ナスカールのリードラップ最長記録保持者でもある。弟はレーシングドライバーのライアントゥーレックス。なお名字は忠実に発音すると トゥルー X であり、各メディアでもそちらが主流であるが、日本人にはトゥーレックスの方が言いやすいためそちらが浸透している。2006年、デイル・アーン・ハート・インクよりカーナンバー43でネクステルカップにフル参戦。2007年、第26戦ドーバーでカップ戦初勝利を飾る。この勝利が決め手となり、キャリア初のチェース進出を果たすが、 チェイスに入ってからはあまり良いところがなく、ジミー・ジョンソンが2年連続シリーズチャンピオンとなり、シーズンを終えた。2009年、デール・アーンハート・インクが、チップガナッシュレーシングと合弁し、アーンハートガナッシュレーシングとして、スプリントカップシリーズに参戦。2010年、マイケル・ウォルトリップレーシングに移籍。カーナンバーは56。初勝利以来しばらく低迷が続いていたものの、 2013年、第16戦そのまで2007年以来のカップ戦2勝目を挙げる。2014年、ファニチャーローレーシングに移籍。カーナンバー78で、スプリントカップシリーズに参戦するが、シーズン0勝に終わる。2015年、第14戦ポコノでカップ戦3勝目を挙げる。ファニチャーローレーシングにとって2011年第10戦。 ダーリントン以来のチーム通算2勝目となる。チェイスラウンドでは、最後ま、チェイスグリッドに勝ち残ったが、最終戦ホームステッドマイアミでは、カイルブッシュが勝利。シリーズチャンピオンは、カイルブッシュのものとなった。2016年、ファニ・チャールオ・レーシングはマニュファクチャラーを、シボレーからトヨタに変更。スプリントカップシリーズにカーナンバー78の、トヨタカムリで参戦。 第13戦シャーロットでは全400周中392周588マイルに渡ってのラップリードを記録し勝利。これはナスカール全レース中最高記録である。以降、第25戦ダーリントンでシーズン2勝目を挙げ、前年に引き続きチェース進出を果たす。チャレンジャーラウンドでは第27戦シカゴランドと第29戦ドーバーで勝利し、 次のラウンドへトップで進出する。しかし続くコンテンダーラウンドでは今一つ制裁を欠き第33戦タラデガでは41周目にエンジントラブルを起こしてリタイアとなってしまいエリミネーターラウンド進出を果たせずチェイス敗退となった。2017年のモンスターエナジーナスカールカップシリーズでは第3戦ラスベガスで勝利。カップ戦はこの年より ポイントルールが変わり三ステージ制となったが三ステージともフルマークでポイント獲得した初のドライバーとなったその後も着実にステージ勝利やレース優勝を積み重ねレギュラーシーズンで計四勝を挙げプレーオフに難なく進出するこの年より変更となったプレーオフシステムに関して付与されるプレーオフポイントを計五十三ポイント獲得し二位のカイルラーソンに 対して20ポイントの差をつけてのプレイオフ開始となった。プレイオフに入ってからも参照を上げ、プレイオフポイントのマージンもあり、難なく最終ラウンドまで進出し、カイル・ブッシュやケビン・ハービックラを破り、フル参戦してから苦節13年、ついにシリーズチャンピオンに輝いた。2019年、ファニチャーローレーシングの解散に伴い、ジョーギブスレーシングに移籍。ありがとうございます。